今日のお勤め終わりだ。な、帰ろうぜ。あ、ナギも。え、僕も一緒に？珍しいね。彼女と二人で帰らなくていいの？あのさ、ナギ、明日は俺、出席番号順的に当てられる日なんだよな。ああ、そういうこと。今日出た宿題、全部写す気？俺たち友達じゃん。もう、調子いいんだから。うるせえな、いいだろ？行こうぜ。どうしたの？ん？校門の脇に誰かいるね。女の子？なんだよ、まだガキじゃん。迷子か？おお、お前、迷子か？この辺りに民家はないし、町の子？俺は芝、かっこいい狼男様だ。僕はナギだよ。種族は透明人間。君は？リリー、種族は、サキュバス。サキュバス。なんでって、お前サキュバスといえば。サキュバスはチャームって呼ばれる魅了能力を持ってるんだよ。この子はまだ子供だからそこまで強い能力は持ってないだろうけど、服従命令並みの強い力だよ。まあサキュバスの魅了能力は男相手にしか聞かないんだけど。俺に能力使うなよ。使わないよ。まだ私、うまく使えないし。迷子なの。なんだよ、やっぱそうか。家どこだよ。住所が分かれば送って。違う、私じゃなくて、私のペットが。ペット？クリスよ。ピンキーって名前なの。この学園の中に入ってしまって。勝手に入って、探そうとも思ったんだけど。まあ、やめといたのは賢明だな。下手な場所入って迷子になったら、マジで死ぬぜ。どうしよう。諦めた方が無難じゃね？シバ。ナギだって分かってんだろ。この学園の庭だけでもどんだけの広さだと思ってんだよ。野生のリスもその辺にいっぱいいるし、新しいペットを見つける方が早くね。そんな。いや、リスに首輪はつけねえだろ。首輪じゃないけど、リボンはつけてた。じゃあそれは目印に探せば。ダメなの。私の手から離れた時に捕まえようとそのリボンの端を引っ張っちゃったから。ほどけたのか。じゃあますます無理だろう。俺リスの見分けなんかつかねえし。見つからない。だから無理だって最初から。お、俺はただ真実を述べただけで。僕も今のは芝が悪いと思うな。同じこと言うにしても
もう少し言い方があるよ。な。うわ、悪かったよ。弁慶。悪かったって言ってんだろ、泣くな。さらに泣かせてどうするのさ。ガキは嫌いだ。そうだね。手がかりが、ほどけたリボンだけじゃなんとも。なんとかなるかも。え？うん。シバが協力してくれれば、だけど。あ？俺？リリーちゃん、そのリボン貸してもらっていい？うん。どうするの？シバ、このリボンの匂いをたどって、コリスを見つけられないかな？は？鼻のいいシバなら、コリスのところまでたどり着けるんじゃないかと思うんだ。冗談じゃねえ！俺は犬じゃねえって何度も言ってるだろ！それをナギ、お前まで！僕はシバが犬だなんて一言も言ってないよ。言ってるも同然じゃねえか。俺は絶対やらねえぞ。シバ、聞いて。聞かねえ。僕に任せて。シバ、お願いだから聞いて。僕はね、シバは本当にすごい狼だって思ってるんだ。本当だよ、嘘はつかない。優れた狼は獲物を狩るための優れた嗅覚を持ってるでしょ。僕はシバのその能力で助力してほしいと思ってるだけなんだよ。犬だなんて一つも思ってない。優れた狼。僕は獣化したシバは見たことないけど、いつものかっこいいシバのことはよく知ってるよ。そんなシバだからこそ、狼としての能力も優れたものを持ってるんだって信じてるんだ。それとも、僕の思い少しだった？シバは、本当は大したことないのかな？バカにすんな！俺が狼として劣ってるとでも。思いたくないから、見せてよ。シバは本当にかっこいいんだって、信じさせてよ。僕は、そんなシバを友達として尊敬してるんだ。尊敬。俺を尊敬されてる俺、超かっけえ。わかった。仕方ねえ。かっこよくて優れた俺が協力してやってもいい。男に二言はね。何せ俺は、種族を超えて尊敬されるほどのでかい器を持った男だからな。大船に乗った気でいろ。俺が見つけてやる。ね。僕に任せて正解だったでしょ。単純だからね、シバは。そこがいいところでもあるんだけど。さあ、そうと決まったら行くぜ。おいガキ、そのリボンよこせ。うん。見てろ、最高にかっこいい俺を見せてやる。僕たちも行こう。リリーちゃんは危ないから、ここで待っててくれる？うん。必ず連れてきてね。頑張るよ。
近い。近いぞ。こっちか。いねえな。時間が経ってるし、木の葉や土の匂いでリス、ピンキーの匂いが薄れかかってるのかもね。急がねえとまずいな。いたか？この近くにはいるはずだし、可能性高えな。おい、下手にやるなよ。また逃げられたら。大丈夫？お前の腰んとこにひっついてね。そのままだ。逃がすな。何？で、どこに入り込んだんだよ。取ってって、おい、ナギ。いや、僕は取れないよ。僕が彼女の服の中に手を入れてもいいの？な、俺が突っ込むのかよ。くそ！おい、今そいつ、どっち側にいる？後で文句言うなよ。よし、捕まえ。やらけ。あ、リスが出てきたよ。って、シバ、いつまで彼女の。多分こっちだ。それっぽい匂いのがこっちにいる。あれから随分時間が経っちゃったし、匂いもかなり薄れてるんじゃない？いや、新しい匂いがついたから平気だ。そっちの方が俺は嗅ぎ慣れてるし。新しい匂い？さっきこいつの服の中に入り込んだだろ？だから。ああ、彼女の匂いがコリスについたってこと？でも、そっちのが嗅ぎ慣れてるって。あ、なんだよ。なんで二人して赤くなってんだ？まだ怒ってんのかよ。悪かったって。それにしても、この奥って。
沼の方にまで来ちゃったね。いや、多分そうじゃねえ。匂いはこっちの。ち、厄介なところに登りやがって。濁って見えないけど、この沼の中心部は相当深いって聞いたことあるよ。どうするの？登る？それしかねえだろう。落ちたら沼が。くそ、なんで俺が。え、そうなの？へえ、意外だね。誰が、そんなわけねえし。この俺が泳げねえとかマジでありえねえから、そんな、そんなこと、マジであるわけ。泳げる泳げねえかって言われたら、あれがこれしてそれだけどよ。どれなの、結局。別に泳げなくても今すぐは死なねえし、俺陸地で生きる男だし。図星だったんだね。そっとしておいてあげよう。とにかくだな。俺が今から登って捕まえてくる。だからお前らは。は？待て。お前さっきもそんなこと言って、服の中にリスの侵入を許したじゃねえか。おい、待て！大丈夫？気をつけてね。これくらいってお前、絶対落ち、なんで僕急に目隠しされたの？今はダメだ、絶対見るな。うるせえ、お前も登るなら早く登れよ。あと短すぎだっつろ。俺以外の男が見るとかマジでありえねえし。おい、無理すんなよ。下手やってお前が落ちたりしたら。What?
丈夫か？おい！大丈夫か？水飲んでねえか？だから気をつけろって言ったろう。無理すんな。ちょっと待ってろ。苦しくねえか？どっか痛いところとか。大丈夫かよ。心配すんなって。もう平気だから。大丈夫だ。おい、ナギ、孤立は？うん、問題なし。さっきの水音にびっくりして降りてきたところを、透明になって捕まえたよ。よし、そっちも解決か。お前、歩けるか？仕方ねえな。よっと。謝らなくていいから、マジでもうこういうのやめろよな。俺の心臓持たねえし。お前ただでさえ治癒能力低いんだから、何かあったらシャレにならねえんだぞ。本当にマジで焦った。僕も本当にびっくりした。でも、君が無事でよかったよ。芝のことを言っておいてなんだけど、僕も泳ぎはあまり得意じゃないし。まあ、僕がどうこうするより先に、芝があっという間に飛び込んでいったけど、さっきの様子じゃ、芝は泳げないんだと思ってたから、そっちの意味でも心配したよ。うるせえな。泳げなくったって別に。無我夢中だったし、別にそれは。ああ、うるせえ！とにかくもう無茶すんな！元気！よかった。もう心配したのよ。もう話さないようにしてね。いろいろあったんだよ。とにかくありがとう。私もう家に帰るね。それじゃあ。ふう、一件落着だね。もうあのコリス迷子にならないといいけど。もう二度と孤立探しなんてやらねえからな。この俺がこんなことぐらいで風邪なんか引くかよ。つが、風邪なんか引いたことねえし。それよりお前こそ。うん、二人はまず、帰ってお風呂だね。その濡れたままのをどうにかしないと。ああ、もう。他の生徒の目も気になるし、生活指導の教師に見つかる前に帰ろうぜ。
なんだよ、どうかしたか？